いやー、前回からのため取り、刹那圭介だよ。いきたいと思います。なんもない。なんもないんかよ。おじいちゃんが襲ってきたかと思ったよ。カブトムシー。普通のおじいちゃんじゃねえだろ。こんな囲み方してくるんだ。エビフライ。何これ何これ何これ、カブトムシがエビフライに一瞬変わったんですけど、エビフライに変わったんですけど、エビフライを見せろ。もう一度エビフライを見せんか。マリ、どうしたの？え、何が？え、すごい何か言いたそうな顔してたから。無心で歩いてたけど。無心で歩いてたの？それはそれで怖い。私よく無心になるせいか、一部の友達には突然、なんでこれ、瞑想系女子って呼ばれるから。突然瞑想系女子？なんだいそれ。もう突っ込めない。コンペイトー2つも出てきた。なんか他になんかないんかな。3つに道が分岐して、ん？わあ、ワインをやめとけ、お前。まだあんなだろ、この前。ワインよ、美味しそう。飲んでいいかしら。お前結構ワイン好きなんやな、お前。もうやめてー。どうしようかな。じゃあ、いつも通り、右利きやけん、左行きまーす。あらあらあら。塗装されとんかい。なんだ、それ。あんながち右利きやけん左行くも当てにならん。まっすぐ行け、まっすぐ行けってことね。これってマリエだったっけ、マリアだったっけ、忘れたけど、双子じゃない。キャーマリエー、マリエだった。また、犠牲者が。残機ゼロってことかしら。残機とか言わない。マリエ、グミが大好きだった、マリエ。グミ？しかも、マスコット味のグミしか好まない超マニアックだった、マリエ。まさか、それで違う。ええ、マリエはマスコット味のグミばかり食べるもんだから、血が緑色になってしまったの。そうだったんだ。意味がわからない。それ、あれじゃない、よく言う。みかんばっか食べてたら体がみかんみたいに、みかんみたいな色になるわよ、みたいな感じなんじゃないですか。マリエ、リボン返して。さて、リュウヤー、もう犠牲は出させないわよ。ウェヒマルを一人にしておくのも、どんどん不安になってきたわ。さあ、行きましょう。うん。片身だけ取っていった。死んでいる。コンペイトこんなとこに入れとくな。汚いわ。後で食えんやろが。あ、後で食うかは知らんけどさ。ん？なあに？もしかして自分だけ死なないでここを出られると思ってるの？君も死ぬんだよ。え？誰の声？誰がいるの？こっちだよ。マリ。マリ。え？ん？マリエ？目動いた、目動いた、目動いたよ。右から左に目を受け流す。何もないじゃない。あー、ええ、動いたよって、これマリだった。ちょっと勘違いしとったけど、え、マリ死んじゃったの？マリまで、うわー、マリー、まだ、まだだ。また死人が出てしまった。今の声は怖くないなのか？どうして僕たちを殺そうとするんだ？上ひまる、君は今、どこを歩いているんだい？君は今、生きているのかい？
上ひまる。かなり進んできたが、何の気配もないな。あれ、上ひまるってこんな声だったっけ。怖くない。あ、これじゃ。どこにいやがる。あ、こんなんだったっけ。あれあれ、え、上ひまるってこんな声だった。どこにいやがるんだ、ウェヒ。これじゃ、これじゃ、これじゃ。ウェヒって言ったらちょっと大体わかるな。とりあえず上ひまるサイド、上ひまる GT でいきます。ちょっとさっきまで感じ取ったけどさ、前のパートからも思っとったけどさ、上ひまるが出んかったらやたら喉痛ならんのやけど、何これ。だからフィギュアある、何のお菓子についてくるおまけや。マニアックやな。ん何これ、何これ、何これ。なんかダンス始めたんですけど、ダンス始めたんですけど、え、これ何。ほうよ、ほうよ、チキラップ、ほうよ、チキラップ、ほうおう、チキラップ、ほうほうせ、え、ほう。終わった。なんもない。キャンセル押したら終わったんやけど、なんもなかったで。なんだった今の。さっきのおまけの当たりを何個か集めたらこれと交換してもらえるよう的なやつなんかな。すごいな、お腹がすごい動き方してたな。なんだろう、何か黒崎ねえ、いる。なんだなんだ、大丈夫か。ん、え、これってに、兄ちゃんなのか。だよな、ポピオじゃねこれ。ポピオだー、ポピオ生きてたのお前。それともなんだ、なんでポピオお兄ちゃんがここに。あれ、上ひ、え、それじゃポピオってどんな声だったっけ。上ひまる。あ、これじゃ。これだったわ。兄ちゃんは悪霊に殺されたんじゃ。兄ちゃんは2年前に死んだよ。じゃあどうして。兄ちゃんは今亡霊なんだ。霊としてのこの家に吸い付いついている。亡霊。怖くないように殺されてこの家の亡霊になって、そして魔女たちを殺すのが俺の役目だ。え、何言ってるんだよお兄ちゃん。怖くないの楽園、死んだ者だけが集まる楽園。老いることもなく永遠に姿を保ったままみんなでずっとずっとパーティーをするんだ。怖くないね、殺された人や動物はみんなパーティーに参加してるぜ。そして新たな訪問者が家に来た時、そいつを殺してパーティーの仲間にする。あた、楽しい楽しい楽園への招待状だ。怖くない様が我々生物を生きる地獄から解放してくれる。お前も死ぬ天国へと向かうんだ。怖い兄ちゃん、怖い。この世界で生きることに何の意味がある。人を蹴落としたり蹴落とされたり、人のために必死に何かをしたり、それってが最終的には何になる。生物は生を受けてから生きることに執着するが、同じ種を守り種を消し続けることに何の意味がある。最後に何が待つ。生きることは無意味だ。全ての生命の執着を投げ捨てろ。何の使命もない永遠なる楽園へ、希望の死へ。希望の死。上ひまる、兄ちゃんとこれからずっと一緒だ。兄ちゃんと一緒。兄ちゃんと死んだ言うてもこれでずっと一緒だ。俺は希望の死へ。兄ちゃん、俺も連れてってくれ。兄ちゃんのいる場所に、ユウのいる場所に。上ひまる、理解してくれてありがとう。これでお前も仲間だ。パーティーがより賑やかになる。何これ、すごい光ってる。兄ちゃんは先にパーティーへ向かってるからな。すぐにお前も殺してやる。ああ。やば、この二人のダブルコンボだとすごい喉が負担が。ウェヒヒ。ウェヒマル、冗談だよね。リュウヤ、来
てたのか。ウェヒウェヒマル、まさかあんな話で本当に死ぬなんて考えてないよね。ウェヒウェヒヒ、兄ちゃんに会えるんだ、ユーに会えるんだ、ずっと平和でいられるんだ、俺は幸せになる。そんなの間違ってるよウェヒマル。楽園へ、ウェヒヒヒヒヒヒヒ。なんだ？え？上ひまる、なんで死んだお前？どういう死に方した？体が破裂したような感じか？何かに打ち抜かれた感じか？なんだ今のは？そして部屋が暗い。コンペイトなんかあるわけない。出ていくぞ。こんなとこでいちゃダメだ。けど帰っていいこれ。終わらせる。ふざけた殺戮ショーを僕が終わらせる。とりあえず帰っていいかなこれ。わからんけど怖くない？夢つけだす。うん。ああ、おじいちゃんが道を塞いでいる。こっちには行くなと言ってるんだ。道を引いてくれてるんだ。こっちが怖くないわ。長い廊下の先、ここにコンペイド、いない。コンペイド、あれ、勝手に動かされた。何かの気配が。ここまでたどり着けたなんて君はすごいよ。僕のパーティーにぜひとも来てほしいな。ん？怖くない？ふざけるな。パーティーになんか行くわけないだろう。どこにいる？姿を現せ。本当に姿を見せちゃっていいの？僕が姿を見せる時が君の最後だよ。あんたの姿をしっかり見て、俺はあんたをぶっ倒す。楽園だかなんだか知らないが、あんたは多くの生命を消し、生きていく道を奪ったんだ。死ぬことが希望？永遠に続くパーティーが天国だって？そんなものはまやかしの幸せだ。俺はあんたを許さないし、あんたに負けたりもしない。生きる希望で立ち向かってやる。さあ姿を現せ。ふふふ、君は本当におる面白いね。いいよ、見せてあげる。これが僕の姿さ。出てきた。怖くない？前作もこんなんだった。こ怖くない。なんでこの時にこんな BGM 流れるんや。修羅場野郎が可愛いもんじゃないですか。このセリフ前作の主人公も言ってた。何が僕が姿を見せる時が最後だ。あんたみたいなのに何ができるってんだよ。僕を怒らせたな。もう許さないぞ。あー、秒殺じゃないですか。ってか死んだ。え？え？ちょっと待って。え？これは死んだらあかんパターンのやつで。え？分岐とかもなくて。なんこれ？どういうこと？え？え？なんかあるんこれ？なんかやらんかったらあかんこととかあったんかなこれ。え？マジで？どういうことか分からんけど、何か竜也が死んで、竜也じゃないわ、上ヒマルが死んでから何かをしなあかんかったところで何かができんかったけん、こんな感じで怖くないに秒殺されたってことかな。じゃあ次のパートはその何かっていうのを探してみたいと思います。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ